もね、はい、それだけの投手陣が苦しいということが言えると思うんですが、まあ、それをなんとかこのみんなでこうカバーしなきゃいけないって感じしますね。カバーできるんでしょうかね。、はい、さあ先発はなんとこの塩崎、今シーズン3回目の先発、森監督が選んだのはこの男でした。さあ2回の先頭、この石峰、初球のストレート13号ソロホームラン、おやおや入っちゃったという感じのホームランでありましたが、これで1対0、これで幕開け。4回に高田のツーベースでさらに1点を加えました。オリックスの先発は伊藤敦則、4回です。ワンアウトから秋山歩いて、バッター清原、初球でした。23号ツーラン、あっという間に同点。文句なしですね、これ ね、あのね、練習の時に、まあ、秋山とホームラン談義をしてたんですけどね、ものすごく機嫌が良かったですよ。今絶好調じゃないですか清原、はいはい、後半戦6ゲームで5本という量産体制。さらに2アウト後、今度は石毛、これよく取ったんですが、これはさすがに間に合わない内野安打。この後スチールがありまして、2アウトランナー2塁、バッターは阿部。この伊藤敦則にはめっぽう強いんですが、これ外の、ね、シンカーなんですけども、阿部、はい、はね一番強いんですよ。僕ね、ここはこう後発戦で打たれたことあるんですけどね、もう本当に強いんですよ。あ、そこにぴったり決まりました。3号ツーランで4対2です。さあ塩崎なんですが、逆転してもらったんですけども、どうピリッとしませんね今日は。あのね、コントロールが悪いと思うんですよね、でもね、ストレートも良かったしね、進化も結構落ちたんですよね、ここもフォアボール、ワンアウト一塁三塁、まあ、点を取ってもらったすぐ後の回なんですが、ピンチが広がります。さあバッターボックスには怖い高橋聡を迎えるところ。さあ初球です。どでかい、文句なし、25号スリーランベストアデに並んだ。まあ、この高橋聡はね、本当にね、ピッチャーに向かっていく姿勢ですよね、全く逃げないんですよね。それでね、このスイングの速さですよね、はい、本当にね、すごいバッターに成長しましたね。すごいですね、これ逆転スリーランで5対4、さらに6回には神戸のスリーベース、走者一掃で8対4、大量リードとなったオリックスでありますが、さあ西武の反撃です。ツーアウト二塁から石毛のツーベース、これがエンタイトル8対5、これで3点差、まあ、この辺りはまだちょっと難しいかなという感じだったんですが、バッター、この阿部の当たり、なんでもないセカンドフライですよね。そうですよね、まあ、ただね、風は確かにあのセンター方向に吹いてましたけども、はい、これはちょっと見ていて目をね、思わずつぶってしまいましたね。8対6、これで2点差になりました。まだまだわからないかなという感じになって、なんと今シーズンリリーフ初登場、渡辺富を持ってきた。これあの負けてる試合でこう三振取ってますけども、まあ、以前に比べればストライク入るようになっただけね、少しあの光が見えてきましたね。そうですか。さあ8回の裏西武の攻撃、秋山そして清原連続ヒット、ワンアウト一塁二塁。さあバッターは石毛、これが抜ける、秋山帰って9対7。ピッチャー2番手川端から今度は伊藤隆秀にスイッチ。さあしかし阿部を歩かせてワンアウト満塁、ここでなんと大宮に帰ってバッター森、キャッチャーいるのかなって感じだったんですけどね、キャッチャーいないんですよ ね、はい、この森の代打、しかしこれが失敗します。サーブの三振、144キロストレート、しかし2アウト満塁でバッターは田辺、なんとこれがデッドボール、押し出し。もうこの辺はどうなることかと思いましたよね。伊藤隆もね、あの先日こう長いイニングをリリーフしてるんですよね、中継戦で、彼は残ってる。そしてこの西武戦でしょ、力入って当然ですよね。さあ9対8、1点差に詰め寄って、この辻の当たりが抜ける、2者帰って10対9、ついに西武ライオンズ8回の裏逆転。驚異のこの粘りと言いますか、10対9、ご覧のように逆転。こうなりますと香取が9回の表出てまいります。さあ先頭バッターの石峰、これがなんといきなりデッドボール、あのね、本当に、ね、考えられないんですよね、はい、ただあのキャッチャーがあの若いこう久しぶりのキャッチャーをやった柿内、ですけども、はい、ベテラン香取にしたらね、本当に自分で組み立てられるピッチャーですから、こういうあの乱れ方っていうのはね、僕はあの初めて見ましたね。なるほど、香取柿内のバッテリーでありましたが、
フォアボールに、そしてワイルドピッチ、そして敬遠のフォアボール、なんとノーアウト、フルベースというピンチで、このピンチヒッター、ジュニアオールスター MVP の鈴木、この当たりはなんとかホームで刺しました。しかしなおもワンアウト満塁、バッターは中島、これがデッドボールとなって10対10押し出し、同点。9回の表オリックス追いつきます。さあなおもワンアウト満塁、ピンチヒッターは佐藤和弘、この当たり、さあ犠牲フライになるかなという感じのこの表情、三塁ランナータッチアップからホームイン、これで勝ち越し11対10。さらにまだランナーが残っています。バッター松永、これがなんとプロ野球64人目通算1500本安打、これがタイムリーとなります。12対10、勝負あったかなという感じがね。そうですね、もうこの最後にね、1500本安打を打って決まった、と思いましたけどもね。ところが9回の裏、先頭のこの秋山、23号ソロホームランを叩き込んだ AK アベックアーチ、現在23連勝中というこのアベックアーチの試合でありますが、これね、これ本当にね、こう出たんでちょっと嫌な予感はしましたけどね、止まるんじゃないか、そんな感じがありました、はい、フォアボールの後ベストラーデがなんとゲッツーです。2アウトランナーなくなりました。まあこれでクブクリーンですよね、もう止まったな、もう最後そんな感じです、ところがしかしここで石毛にフォアボール、この後トマシロにもヒットが出まして、2アウト1塁2塁、なおもワイルドピッチ、2塁3塁にランナーが進んでピンチヒッター、前半戦怪我で棒に振った吉武、いい仕事をしました。セカンドランナーも3塁を回る、これでサヨナラ、13対12、信じられないゲーム。森監督も長い間野球をやっているが、こんな試合は初めてという驚異の粘り腰、オリックスを打っちゃって50勝一番乗り。神田さん、すっごいゲームでした。本当に球場行きたかったですよ。ねえ、関根さん。